どうもこんにちは、声優の磯っちこと磯村智美です。グラビティデイズ、コツコツ進めていきましょう。コツコツ言わないうちに。結構ねセールとかもやってるので、みんな気軽にプレイしてみてね。じゃあスタート。もう一度さっきのおじいちゃん探した方がいいのかな。あのちょっと怪しげなおじいちゃんね、探すぞ。あれ、操作方法結構忘れてる。どうだっけ、目標とか出せなかったっけ。これだ、ストーリーミッションエピソード6。出た出た、行くぞー。ああ町の人たちごめんな、毎回だけど。そりゃ私のことを嫌いになるよね。これってさ、ダッシュあるんだっけか。毎回ね忘れるんだよな。コンコンだっけ。あ、コンコンはあの格ゲーのあのレバー2回入れみたいなイメージで今言ったんですけど、そんなんじゃないか。格ゲーっぽい感じじゃなかったもんな、操作方法は。そこなのに、ああ。おい、おじいちゃんいた。あ、私が助けた子供とお父さんじゃない、後ろにいるの違う。おじいちゃんすごいなんかやばそうな格好してるし、なんだそのバッグ。始まった。おじいちゃん、ここって一体みんな何してるの。彼らはな、重力嵐に家族を奪われた者たちだ。ああやっていつか戻ってくる日を待っておる。戻ってくるわけ。それはお前次第。本当？わし？どうだ、今が新たな世界の扉を開け、己の力の真実に近づくその時だと思うが。あ、急な展開。いや、全然言ってることわかんないんだけど。彼らを助けたいと思わんか？思うけどさ。でも消えた町の人たちってどこに？あ、やばい、時は満ちた、露出鏡だ。何それ、すごい。やばい、なんだこりゃ。新世界の扉はおじいちゃんなの？吸引力、おじいちゃんの中へ。盗まれた町、なんだここ。新世界、新世界。おじいちゃん、わかんない、言ってる意味が。何者かの意思により活性化してて入れる。ん？なんで私だったら入れる？私っていうかキトゥンちゃんだったら入れるの？もう何が何だかわかんないよ。花の導きに従って奪われた区画を目指すのじゃ。花の導き。神は乗り越えられない試練を与えん。おじいちゃんの顔がちょっと悪者っぽくて怖い。え、ちょっと待って、置いてかないでってば。神様なら自分で民を救いなさいよ。ねえってば。まっとう至極のこと言っておりますよ、キトゥンちゃん。もしかしてキトゥンちゃんは天使なのかい。わし、キトゥンちゃんのデザインすごい好きなんだよね。おお、来た来た、久しぶり。ネビーかわいいよね。あ、そうだ、これロックオンがないんだっけ。あ、カエルっぽい。ちょっと
尻小玉を出してください。ちょっとお尻をね、こっちに出して、お尻を、そうだ、そういう感じで突き出しなさい、差し出しなさいよ。あったんだ。なんで当たらないんじゃ。つらっ。重力キックみたいのがあったから、それで、でもなんか飛んでもいない敵だからな。よいしょ、よいしょ、よし、まだかい。はい、おいおい、よかったい。あー、これですか。花の導き、結構なんかビームだな。はいはい、じゃあっちに行く。行く間にジムとか取りたいけど、そんな余裕あるかな。うーん、どこだ、いたいたいた、お前、よし。あの子はね、足がね、届きやすいからいいんだけど、あのちょっと背が高いネビーだよね。お前も可愛いからいいよ。ほいっ、ダスティも手伝いや。あー、よし、あとあいつだけ。うおい、なんか増えてるぞ。これは無限脇ではやばい。この花瓶みたいなやつを倒さないとダメっぽいな。ほら、うわー、行き過ぎですよ、行き過ぎですよ。危ない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 、戻れ戻れ、違うな。待って待って、意外と逃げるのがうまい。よっしゃ、いや違う違う違う、これだこれだ、バーンバーンバーン、よっ、おっ、出た出た、中身がどう、 3箇所にこう、シリコ玉が。待って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 、足かわいいね、テコ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 、待って、あー行き過ぎだ。ちょっとパタポンみたいなんだよね。そりゃ、いや、この子を倒してもあんま意味ないんだよな。無駄打ちしてないで、さっきの、それだ。あー、産むな、団子、団子を産むな、分別しないで。よし、待って待って、めちゃめちゃあれだよな。使ってばかり、やばい。待てや、よし、待て、ロックオン、ロックオンボタンくれ、毎回言ってるけど、まあそんなこと言っててもしょうがない、ないものを求めてもしょうがない。よっしゃ、もう一回もう一回、こっち向いてこっち向いて、あぶわー、こっち向いて、よっしゃ、いけ、よし、よし、あ、なんかおじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃんも助けて。おじいちゃんは創造主ゲイド
ジェイドおじいちゃん。結局おじいちゃんには変わりないのだ。もうあそこのネビー倒そう。あ、かわいい。タカタカ歩いてきたアンモナイトくん。尻が高い。尻の位置が高い。足長いですね。危ない。よいしょ。あー、もう一丁、もう一丁、もう一丁。よし。ほほほーい、ほほほーい。惜しい。なんでそんな壁に張り付いてんだ君は。いけない。ちょっと足長くん、尻が高い。尻を、ほら、尻を、もう尻が遠い。よし、よし。攻撃力を上げたい。あと1体。あそこ。よし。で、行け行け。ゴーゴー。この中、溝に。くわ。よしよしよし。取れ取れ。いけ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 。そこにいるんだよね。いけ。よし。いたいた。よいしょ。あと1体。あんな影に、柱んとこにいる。あー、戻れ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 。危ない危ない。ふう、このアップダウンが厳しい。撃つ撃つ、おつ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 、いけ。うぃい、痛いよ。もう一回じゃ。そら、いけ。不発、よし、やった。新しい力を手に入れたくはないか。急がば回れ。なんだろう、新しい力、どこにあるんだそんなの。あ、あれか。オッケーオッケー。どこの花から来たのかが分からなくって、前の花を見ちゃったりとかするのよ。はーい、はーい。取れない。よし。かわいそうなキトゥンちゃん。私がこんなド下手なせいで。みんなどれぐらい上手いのかな。やっぱね、なんかスタッフさんの動画みたいの見たんですけど、かなりなんかね、スイスイで
さすがやって感じでしたけど、お、リンゴでパワーアップ。ここに来て一番最初のリンゴが生きてくる。必殺技を覚えている。三角ボタンを押す。タイミングを考えて使おう。で、あっちか。あらららら、動かないでよ。よっ、よし。これ一発で倒せないのが辛いな。攻撃力を上げたい。でもジェムが足りない。やっぱりジェムを集める旅みたいのをしないとダメかもしれん。なかなかね、こう探索とかしてると酔っちゃうから嫌なんですけど、頑張るぞ。はーい、どこだ、どこ行った。こっち向き、あれー、ほい。で、どこ行くんだ次は。そっちか。またなんかいっぱいジェムがあるところがあるけど、もういい。とりあえず進むんだ。はい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 、行き過ぎですよ。使うぞ。使えない、蹴られている。重力チックだ。よいしょ。あ、これがさっきの言ってたやつか。すごい。よう分からんけど強い。やっぱ言われた必殺技は使うものですね。自分で止められなかったけどな。あそこが奪われた区画。そう、これが最後の導きってわけね。そうじゃ、やっとたどり着いたな。そうでしょう、そうでしょう。ど下手くそなんですよ。お前が新しい支配者となれば。とにかく倒せばいいんでしょ。オルドノア以外にあと2つ。あと2つもあんのかい。まあここまで来たし、やれるだけやってみるか。おじいちゃんとの会話が入ったら、なんかさっき見つけた、なんかあのいっぱいジェムが置いてあったとこ、あったあった。よいしょ。そこに着地したいんだな。ほいっと、ほいっと、あー。はいや、取った。そしてそっちへ。バビューン。バビューン。あー、他にもあるじゃないか。そこ取りた。あー、もう無理だ。もういい。どこだっけ。そこ。よし、もう歩こう。
ジェムがあった場所は見失った。目的地行こう。ボスかな？タコ。タコっぽいね。行くぞタコ。あー行き過ぎた。おっ。よし。うはあ。なか取りづらいな。守られちゃってるのかな。ダメージ与えてんのかこれ。ほら行き過ぎ。目から行くか。で、あとそのこの隠してる卵だな。いけ。うわーい、うわーい、これはいいんじゃないか。あともうちょっと頑張れ。行くぞタコ。タコ。危ない。体力じゃん。体力のやつ取って。あとちょっとよ。なんかこう積極的に襲ってこないからまだ。あとちょっと。何？なんかよくわかんないけど三角ボタンを押した。お、ダスティ合体シリコ玉取ったり。サラザンマイみたい。カッパラッタ。ちゃんや。なんで怒ってんの。おお、いきなり。どうしたの。なんでガチギレしてるの。ありがとうございます。誰の差し金だ。ボルシーか。勝手な真似は許さない。消えろ。ボルシー誰。ボルシー誰。ぐるぐる言ってる。朝のゴミ収集場だよこんなの。あお前神様ちょっと火に油注いでる。やめて。何笑てんねん。この女は邪魔だ。それならばお前も私の敵だ。そうだよ、急に出てきてそんなぶん殴られたら痛いし。あ、キトちゃん逃げるの。私と同じく不思議な生き物と重力を操る少女クロウからの突然の襲撃。
その時の私は圧倒的なまでの能力の差に怯え、その場から逃げ去ることしかできなかった。そうだよね、神様に何も言わずに。お、キトゥンちゃんお手柄、新聞に載ったよ。なんか列車が使えるようになった。ほうほう、あっちに行ってみると。でもなんか始まってしまいそうだな。今日はこの辺りにしときますか。せっかく必殺技とか覚えたから、なるべく早いうちにやろう。ということで今日はここまで。声優のいそっちこと磯村智美でした。Thank you.